はい、じゃあ久しぶりでございます。久しぶりです。何回目、3回目、4回目、3回目ぐらい、3回目です。揉まれるのは3回目で、会うのはもう何回目か分からない。すごいいっぱいあって、ちょこちょこあって、ちょこちょこあってます、今日もありがとうございます。はい、どうも。相変わらず硬いですね。はい、男の生き方に芯がある。肩が前。いや、今日ね、今日じゃねえ、今年は本当にお世話になりましたね。いえいえ、こっちはこっちは、来年もよろしくお願いします。お店もね、まだ1回しか行ってなくて、すみません。いえ、ただ、いえ、実家帰るんですよね。はい、帰ります。明日帰ります。良いお年を。はい、良いお年を。新年一発目って1月6日だっけ？そう、また来週の土曜日、ね、やりますよね。雨降ってる。成長してるね、これ。ああ気持ちいい。ね、あの時はね、あんなに暑かったのにね。今は寒いです。寒いっす。セッション。その時だから。
はい、直樹も小林直樹、そうそうそう、直樹首が太い、首に特徴があるよ彼あの頃からだからでもそっち関係に行くつもりでね、いろいろやってたから、あのね、俺のね中学校卒業の時の進路っていうか夢、安室ちゃんのバックに着く、何やってんの、早く行かなきゃほら今こんなことで、ね、こんなとこにいる場合じゃないでしょNHK 行かなきゃ、いや腰壊したからもうできないもうすぐ腰痛になりますからやった時点でもアウト、切ないなブラッキング、右すごいね、けどね、なんかそうじゃないですか、ね、昨日、頑張ってお皿洗ったからゴミもね、それなりに運ぶ、昨日3回も4回もゴミ出しに行ってるんでね、疲れちゃった、業者かで、なんかそのゴミ捨てるところのおじさんと仲良くなっちゃったもんだから行くとずっと喋ってるんですよ帰り30分ぐらいしか帰るからお前はどこでウロウロしてるんだって怒られてゴミ捨てで30分はかかるやん、確かにこのクソ忙しいのにそれダメよ、それで怒られるそれもう晩御飯抜き、どこで行ってたんだとか言われてどこ行ってたんだとか、取られる、すごいな、ここまで掘ってるんだね、根元張りです、シャトルイヤーって知ってます、シャトルイヤーダンスのやつ、なんか UK チャンピオンリーグシップ、ダバンプの健三っていう人が優勝してる、あれブレイクダンスの世界大会、ブレイキンって難しいっすよね、俺あの昔言うと IDA あったじゃないですか、はい、IDA、あの時にヒップホップとそれから、ブレイキンやったり、ブレイキンついていけなくなって脱退しましたついていけなくなっちゃって、これもあの前ウィンドミルやろうと思って背中が痛いからやめました、ヘルニア持ってる、あヘルニアっていうかね、あの脊椎分離症でちょっと背骨が通れちゃってる、腰椎分離症、脊椎分離症、脊椎か、締めますかね、はい軽くなった、ちょっと軽くなりました、はい、どうもありがとうございます、ありがとうございました、また来年もよろしくお願いします、私もあの、切ってもできますか、忙しいんで
だろうなと思って。ありがとうございます。ありがとうございました。そんな忙しくないですか。また来年。